メフメットやシャルビュー・ユクアヌとは、トルコの軍人。2006年8月から2008年7月まで、第25代トルコ共和国参謀総長を務めた。ガズイアンテプに起源を持つ家庭に、イスタンブールで生まれる。1959年にエルズインジャンの幼年学校を卒業し、1961年に陸軍大学を修了。さらに1963年まで不評学校で学ぶ。 1983年から1986年まで、クレリ参謀アカデミー校長を務める。1986年から1988年まで、大統領敬語大使機関。1992年に少々に昇進。参謀本部事務局長を経て、3年にわたり陸軍、大学校長を務めた。2003年8月から2004年8月まで、第一軍司令官。 2004年から2006年まで陸軍総司令官を務めた。2006年8月に第25代トルコ共和国参謀総長に就任。強硬派と評価されており、在任中の2007年4月、大統領選挙の混乱をおめぐり、政教分離原則を堅持すべきという声明を発表した。またクルド労働者党ゲリラに対処するため、イラク領内に越境攻撃を加えた。 2008年に退役した、トルコのほか、イタリア、アメリカ合衆国、パキスタンなどの受訓多数、夫人との間に数め、2019年11月21日、呼吸器疾患及び心不全により死去、79歳没。ありがとうございます。